その贅沢についてです。このダニシファンクっていう俺があまりよく知らないバンドの次に出る CD なのかな。うん、それとぼけるんだったらちゃんとごめんごめんごめん、ちゃんととぼけて、うん、でもなんかさ一回聴いただけなのにずっとこう頭になってるタイプの曲、うん、なんだこうずっとタク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 とずっとタク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 やめろみたいな、やめろ。松井君はさ、うん、贅沢あんましないよね。贅沢したいなって思う時ない。この間俺セッターをちょっと新しいの買おうと思って、うんうん、いつも1300円のセッターを2ヶ月間で履き潰れちゃうのもいつも買い直してっていうのやつ。2ヶ月で履き潰れんだ。そうそう、まあそんな高くないやつだから、うん、いいの買いたいなと思って、お3万円のねセッターを買った。あそこにある全部革ですごい。そうなんですよ、すごいじゃん。神が履いてるやつじゃない。神が履いてるセッター履き心地はねよくわかんない。別に1300円だと、うん、あんま変わんないんだけど。10円ですか。自分の気持ちが全然人より一段高いところにいるぞってやつでしょ。そうそう、俺は今いいセッターを履いて街歩いてるぞ。そういうのちょっと いけすかない時もあるじゃん。なんかちょっといい家に住んでるとか、ちょっといい一等地に住んでるとか、うんうんうん、そういうんじゃなくてちょっといいセッターを履いてるっていうのがいいよ。そうか、そうなんだろう、そのおなんか、うん、上品さ、なんかちょっと英国紳士っぽいんだよね。お靴に、あそうなん、でもなんか足元がさ一番、何その靴下、何靴下に反応されてごめんごめんごめん、靴下これなんだろう。いいじゃん、あごめん、これは見えないようにするやつだよ。ああ革靴だね。そう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 、うん、中もおしゃれ。そうね、これも優越感顔みたいになってるの、これ顔みたいになってる。デザインはいいんだよバカ野郎。今日楽しいな。だいたい金持ってきたりとかすると、うん、あこういうとこにかけるだろうなみたいなと決まっちゃったりするじゃん。うん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 、それがなんか男友達としてはさ、うん、あいつなんかそういうやつになっちゃったなみたいな、うんうん、あいいとこ住んでんな、うんうん、みたいなさ、なんか在日ファンクもメジャー入って、うん、そういうことやるでしょみたいな空気になっちゃった一回。舞台装置をなんかやる、装飾いっぱいしようぜとか、いろんなこうデザインをすげえ大御所に頼もうぜとか、あとなんか俺がちゃんとダンスするんだったら床買いましょうって言って、すべすべの床、すげえ30万ぐらいするんだよ。そのこれ10足買えるじゃん。10足買える10足買える。その床、うん、とか全然その後使わなくて捨てちゃったりとか、もったいない。舞台装置とかもすげえ金かけてやっても、なんかその時みんな力入っちゃって全然いいライブできなかったとか、いい思い出になってないとか。贅沢自体俺はした方がいいと思うんだよ。贅沢はした方がいいと思うよ。なんかこうお金かけなかったことを良しとする感じに物を作るとすごくお粗末なものになって、でもなんかそれがいいんだみたいになるから、ね、すごい狭世界が狭くなってって、なんなんだろうね。あのいやだから結局自己肯定だと思ってんだよね。贅沢できないからちょっとうまくいかなくて考え直していいとこに行くんじゃないの。そうなったらいいなと思って、うん、そこ今そこでしょ、うん、今そこに玉木が立ってんじゃん。そう靴下にお金かけてる場合じゃない。やっぱそぐわないのかな。何やって、ちょっとあの番組なんでちょっとやめてもらっていいですか。